よし、やっていくぞ。やっていくぞ。桜大戦実況、引き続きやっております。どうもアザラシです。チャンネル登録お願いします。言うの忘れてた。前回か前々回かの時に動画の冒頭で入れようと思ってたのをすっかり忘れてた。チャンネル登録お願いします。人間ではない。焼き焼き尽くせこの世のす。そこまでだわ。帝国歌劇団参上。背中に丸いのを背負ったのがジンブなのか。来たな。プロペラントタンクみたいな。サタン様に立てつく命しら。情報。さくらは、さくらは多分もうこれ合体攻撃使えるんじゃないかな。使えるわ。そんなに好感度がもう高かったか。長いぞこれ。絶対長いぞ。ちょっとこの今回長いかもしれないです。動画的に長いかもしれないです。そういうつもりではなかった。これをどう面白い動画にしていけばいいんだろうね。何も思いつかんぞ。今回特に話すだけだし、ナルトのこととかね、そんなに言うほどのあれもないし、ね、蒼天航路の話でもするか。なぜか蒼天航路の話でもするか。この位置からしたら、おろ、びっくりした。ラインを開けっぱなしにしてた。閉じとこう。これがピコピコって言うか。ピコピコ。パソコンにラインを開けとくと、入れとくとね、まあ、あのデータの、昔は何でやってたかな。スカイプとか、MSN メッセンジャーとかでやってたのと同じような使い方ができる。つまりはファイルの転送とかだけど。でも、キープにいるとめんどくさいから、ありがとうございます。もうそれはめんどくさいから、自分専用グループを作っといて、それでこう、ちょちょいっと、ちょちょちょいっと。あ、違う、これはよくない。この動きが、このムーブはよくない。ここで一発、ベシャッとこう、ベシャッとこう。いやでもコーマ強えわ。それでもコーマ強えわ。こう見るとあれっぽくない？あの、ザクザクザクツワイみたいな。ちょっとよくわからん。うん、なんか違うな、動きが。シャボン玉になっている。強っ強っ。アリス強すぎる。カンナしょぼくなってないですかね。パンチが2発になってるという程度戻る。あれ、なんとかっつザクの、ザクに似てる。ドラッツじゃないな。全然違うな。頑張って大神さん。いいか、このままさくら君のままで。でもさくら君が早すぎて一向に追いつけないんだな。1点突破した方がいいかな。一体で倒してもめんどくさいし。倒しきれん。女なら
行くでー、こんなの行くでー。必殺はやっぱ変わらんな。戻る。これを倒したい。こうかな。ちゃうやんか。なんかもう全く別の機体みたいな攻め方に。あれにも似てるよな。バーベラテトラにも似てるよな。ちょっと ここからこれ撃つか。必殺でここ撃ちたい。ダメか。いや意外にこう、おいけるいける。え、あーポケモンポリゴン現象が起こるとこだった。お子様の目がやめてしまう。さくらが早すぎて追いつけない。大神が追いつけない。クラが早すぎて大神が追いつけない。おお、これはかっこいい。これはかっこいい。どんどんどどどどどどどズバンの方がでも好きかな。一刀で倒すのが好きだな。やっぱり強いな。前期強いな。スミレが追いつけない。まあ人たちも浴びせてないのに。でもコーマを全員倒せなくちゃダメだよな。本当のとこ敵の大ボス1匹を倒すんじゃなくて。そうだと思うんだけど、ちょっと残したりとかしない、してもな。うん、サクラにカバーをしてたんだけど、みんなダメージを食らわない。いやかっこいい、かっこいい、かっこいいけど、でもやっぱ一発の方が好きだな。一打の方が好きだな。やったわ。ほんなら行くで。さくらが早いな。早くて強い。アイリス行きまーす。これはカンナが食らっちゃうね、あいつの攻撃を。うーん、スミレ君でゴミ掃除するかな。あっちまで行ってゴミ掃除みたいな感じで、あっちのコーマを倒しに行くかな。おい、これもさくら狙うんかい。どんだけコーマに愛されたんじゃ、これは、こいつは。ありがとうございます。単身攻める。単身行っちゃう。ふい。やって、強い。ボス強い。科学を舐めたらあかんで。ボス一番乗りしたさくらであったが。
ただ一番乗り車だけってことになりそうだな。気合を入れるぜ。チェスト。チェスト。多分一発。よし。よっしゃ。スミレだけ別ルート。ここかな。さあ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 。我が名はイノシシ。それ聞いた。食らうがいい。地獄に燃える悪の炎。アマテラスかな。イノシシ。びっくりするわ、いきなり。ありがとうございます。いやー怖いねー。うん、これで2機の回復をアイリスで。これを使うべきところだったかどうかはちょっと疑問が残る。必殺を2発は打たしたくないな、このイノシシに。2発は打たしたくないな。うまいこと。全体的に全部必殺技がかっこよくなっている。行きますわよ。大体全部かっこよくなっている。それってすごいよな。別にゲームの中時代が進んだわけではないから、急にゲームの開発してた時期が変わった、なんか1年とか2年経ったわけじゃないんだから、必殺技がかっこよくなるっていうのはすごいことだよな。桜だけを狙う機会かよこいつは。ありがとうございます。いい、やめて、やめて、ひい、やめて。すごい狙われてる。大神将尉がここに行って、いや、このまま行こう。通常攻撃。もう一たち、もう一たちが足りん、もう一たちが防御。科学を舐めたらあかんで。必殺どんなんかな、どんなんかな。行くでー、行くでー。さく、やっこ、ゲンダ聖竜。弱そう。いや、でかいな。召喚してる。口寄せか。最後爆発するだけ。一発入れることはできるんだけど。気合を入れるぜ。チェスト。チェスト。おお、サマーソルトキック。心身の月面宙返りですね。
違うかもしれない。行きますわよ。広っ、どうなっとんじゃこいつ。神崎無人の舞。スミレくん、やりましたわ。おう、いやこれ絶対ダメだな。絶対これ大神に合体攻撃するとたまっちゃうな。まあ、たまってもか、使おう合体攻撃も。瞳に映る輝く星はみんなの明日を導く光。今その光を大いなる力に変えて。合体攻撃は変わらなかった。ちょっともったいなかったね。見たかったな。爆炎アギレット法人。なんて言ってる。爆炎アギレット法人って言ってない。うほう。大したことないな。これでもコウマなのか。見ていてください。なぜ俺は挑発してしまったのか。弱い。最後の最後でこの人たちを浴びせることができた。勝ちだ。サタン様、お許しを。今は100点満点の演技だ。今のは良かった。グッドです。ほな、いくで。勝利のポーズ、キレ。今回はもうほぼほぼ変な顔してるな。変な顔。今回ほぼほぼスミレ君のおかげでしょう。ほぼほぼスミレ君のおかげでしょう。あと10、今18分なんで、あと2分ぐらいで終わりのところ。喉はガラガラに、イガラっぽく。青い、サタン。とりあえず、デート。とりあえずね、とりあえず。声がガラガラに。戦争が始まるの？コウマ戦争。私たちはこのテートを守らなくちゃいけないのよ。やはり忍界大戦だ。大神はん、この頃おかしいんとちゃうか。へえ。なんや、もうあやめはんとこそ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 怪しいな。怪しいな。次回桜大戦、現れた最終兵器、大正桜にロマンの嵐。しっかりしいや、隊長はん。怪しいな、次の回は。だからまあ、俺は知ってるけどね。いろいろ知ってるけどね。まあ、その辺のことは、言うのは野暮ってものよ。よし、ここまでだ。次回現れた最終兵器までお待ちくださいかな。またまた。